加田線は、和歌山県和歌山市の木の川駅から、加田駅までを結ぶ、南海電気鉄道の鉄道路線である。沿線にある、日本製鉄などの工場への通勤路線であるほか、下記には、磯の裏や加田への海水浴客なども見られる、降落路線でもある。過去には、和歌山製鉄所への貨物輸送も行っていた。途中、西の昭駅のみ無人駅で、その他は、 有人駅である。全駅で、スルッと関西カード、ピタパ、および高価などピタパと、相互利用可能な IC 乗車カードが使用可能。また、全駅に、自動券売機、自動改札機、自動生産機、IC 乗車カードの現金チャージ機が設置されている。2014年11月より、沿線の海産物を売り物に観光客を、 誘致するため、片坂無線の愛称のもとに、各種広報、イベントが行われている。運行系統上、南海本線、和歌山市駅より、和歌駅に向かって記述する。左側に、住野江県尺和歌山市長場を併設する、和歌山市駅を出ると、しばらく右側に、JR の帰省本線が並走する。大きく、左にカーブをしながら、 地区を上がると、規制本線は右に分かれていき、木の川橋梁を渡ってから左に緩やかに、カーブをすると、加田線の起点である、木の川駅に着く。同駅から、南海本線より西側に分岐し、七古川、内手川の南側を川沿いに進んでいく。途中にある舵取り信号所は、関西の大手私鉄で、 唯一、もっぱら単線区間の列車の行き違いのために設けられている信号場であり、ここを過ぎて、東松江駅の500メートルほど東側で、県道小川加田線と交わり、しばらくその南側に沿って、左手に、日本製鉄和歌山製鉄所を見ながら、ほぼ直線で走る。 八幡前駅を過ぎて、移転前の和歌山老妻病院跡地あたりから南に、向きを変え、県道と離れ屋や海岸沿いに走る。続く西の昭駅、二里ヶ浜駅、そして、磯の浦海水浴場の最寄り駅である磯の浦駅までは、非常に見通しが良く、住宅地の間を縫って走るが、最後の磯の浦駅、課題駅だけは、景色は一変し、 カーブが多くなり山間部を抜けて進んでいく。津川と交わるあたりで、再び県道小川片田線と合流し、途中県道をアンダーパスでくぐり抜けて、県道の北側に出て500メートルほど進むと、終点の河田駅となる。木の川駅が起点だが、列車はすべて和歌山市駅に乗り入れる。普通車のみの運転でワンマン運転を実施している。基本的に、 和歌山市駅で特急、サザンに、木の川駅で何倍機の普通車との接続が考慮されている。加肩線が分岐する木の川駅には特急、急行が停車しないため、和歌山市駅で下車しないで加肩線と南海線とを乗り継ぐ場合に限り、木の川駅和歌山市駅間の重複乗車が認められている。使用される車両は、 ワンマン改造された7 1 0 0系と2 2 0 0系、2 2 3 0系のみであるが、港祭りなどの時は、7 1 0 0系で、通満運転が行われることもある。過去には7 0 0 0系や釣りがかり駆動車の1 5 2 1系も運用されていた。南海本線、高野線の2幹線以外で唯一4、扉車と2、扉車の混用が、日常的に行われており、 時刻表にに扉車運用を識別する黒いの囲みをつけているのも視線ではカダ線のみである。2016年からはカダ坂線プロジェクトの一環で7100系電車を改装した観光列車めでたい電車が運行されている。2016年にピンク色、翌2017年には水色のめでたい電車が登場し2018年4月に ピンク色が、サチ、水色が、カイとそれぞれ命名された。2018年11月23日には、課題機で、サチとカイの結婚式が行われ、2019年1月15日には、新婚旅行として、サチとカイを連結した4両編成で、南海本線和歌山市駅南馬駅間に、臨時列車が運行された。2019年3月31日には、 サチとカの子供として赤色のめでたい電車が登場した。この編成は同年7月25日に7の愛称が与えられており、3編成のめでたい電車の愛称の頭文字を連ねると魚となる。2021年9月18日からは4編成目として黒色の頭編成が運行を開始した。 加田ケー鉄道が1912年に和歌山口、加田館を開業させたのが始まり。1930年の殿下を機に、加田電気鉄道と社名変更した。1942年に南海鉄道の加田線となり、1944年に陸上交通事業調整法に基づく企業統合で近畿日本鉄道の路線となった。当初は、 北島経由であったが、近畿日本鉄道時代に、松江線として、木の川東、松江間の貨物線が開業し、南海電鉄独立後に、旅客列車も、運転系統が、木の川経由に変更された。和歌山市北島東、松江間は、台風により一部区間が休止され、北島支線となった残る区間も1966年に、廃止された。 9、木の川橋梁の河西橋めでたい電車左から、幸、ち、7、海めでたい電車、頭、ありがとうございます。